なんで LINE 返してくれないの？彼氏に無視される、遊ばれる女子の共通点とは？好きな人を虜にする3つの恋愛裏テクニックを知りたい人は他にいませんか？今は料理が趣味という男性も多いもの。そんな料理男子の魅力は、美味しい料理を振る舞ってくれるだけではないようです。そこで、今回は、10代から30代の乙女スゴレン女性会員に聞いた、料理上手な男性に惚れそうになった瞬間あるあるを紹介します。1、女性だとなかなかできない、重たいフライパンを華麗に返す姿を見たとき。男性ならではの、筋肉質な腕と力に惚れ惚れ。パワフルで男らしい料理姿に、目が釘付けになってしまいます。2、料理の味が、いまいちでも臨機応変に対応したとき。味が濃いから出汁を足そうなど、冷静に問題解決をする姿は落ち着いていて知的。臨機応変に無駄なく、さらっと避ける様子は素敵ですよね。3、残り物でも、料理をパッと作れるとき。頼りになる人は、将来も一緒にいたいな、と思わず想像してしまいます。4、バーベキューなどのイベントのときに、テキパキと仕切る姿。リーダーシップを感じ、仕事やプライベートでもしっかりしているんだろうなと、人間的な評価へもつながります。5、家庭で寝込んだ時に、ご飯を作りに来てくれた時。女性からすると、こんなに自分のことを大切にしてくれるなんて、と感動です。6、作りすぎたと、手作りのお菓子をプレゼントしてくれた時。手作りではなくても、ちょっとした時に、お菓子などのプチギフトを渡されると、キュンとしますよね。7、躊躇することなく、魚をさばく様子が頼もしいとき。魚をさばくことは、苦手な女性は多いはず。そんなとき、何の躊躇もなく、簡単に魚をさばく姿に、大胆さと男らしさを感じて、好感度はアップします。